い、おはようございます。はるです。今日は、やすさんに、はい、来ていただきました。はい。やすです。はい。名古屋でね、バンド活動してらっしゃるやすさんね。ラスカルってバンドやってますね。はい、すいません、ラスカルです、はい。はい。ラスカルのギタリスト、やすさんをお迎えして今日やろうと思うんですけど、はい、はい、しました。はい。今日は、これですね、レスポール。そう、そうです。と、テレキャスを今日お持ちくださってるんですよ、ここに。はい。で、この2本使って、ちょっとやりたいことがあって。うん、皆さん大好き、ジミー・ページって、まあ、テレキャスからレスポールに持ち替えたりとか、まあ、こういうことやってると思うんですよ。レコーディングでテレキャス使って、ライブはなぜかレスポール弾いてたりとか。うん。で、まあ、似たような音が出るよとか、そういうことは言われてると思うんですけど、実際僕も実験したことがなくて。うん。なかなかやる機会もないじゃないですか。そうですね。だいたいテレキとレスポール持ってる人って、両方持ってる人はあんまりなくて、うん、ね、全然性質の違う楽器だし、うん、やる音楽も、ね、うん、変わってくるんだけど、はいはい、まあ、その中でジミー・ページはね、うん、テレキャスターとレスポール両方使ってる、うん、まあ、年代で変わってきますけどね。うん、はいはい。なんで、その行き来をしたジミー・ページがいるので、うん、実際にこの2本を使って、ジミー・ページらしい音、レスポールでテレキャスっぽい音が出るのか、テレキャスでレスポールっぽい音が出るのか、うんうん、まあ、これいう行き来ができるのかっていうのを検証してみたいと思います。はい。ということで、どうやって進めていきましょうか。とりあえずレスポール持ってるので、はい、レスポールの音出しからいきますか。そうですね。これが今、あれですね、今持ってきていただいたのが、ギブソンのレスポールスタンダードの 60s。60s ね。ネックが薄くて、で、グローバーペリーですね。はいはい。そこが特徴的にあったんですよね。あと、細かく言うと、このカットノブの色がね、うんうん、シルバー、頭がシルバー。そうですね。これちょっとマニアックです。で、ジミー・ページもやっぱ、60s とかですか、あれって。ジミー・ページは、59か8だったと思うんですけど、そうなんだ、はいはい、ただ、このグローバーペグに変えて、うん、で、あとネックを削ってるんですね。削ってるから薄いんですか、あれ。そう、そうです、そうです。だからなのか。だから、その、あの音っていうのも、まあ、ネック削ってるんで、その、うん、なんていうか、ちょっとハイ上がりな音ですね。うん、あとはグローバーペグつけると、うん、グローバーペグの音ですね、うん、はい、になります、うん、はい。ね、重たいと、ロックの音するとか言われますもんね。うん。そうですね。重量がかなり、うん、僕が持ってるレスポールはクルーソンだから、だいぶ重量違いますよね。そうですね。うん。ストラトでもスパーゼルのね、うん、ペグをつけると、やっぱ重みがあるんで、うん、スパーゼルはスパーゼルの音がするし。うん、ジミー・ページも、クルーソンだったものを好き好んでグローバーに変えてるとかね、そんなことかもしれないですよね。そうですね。多分安定性がこっちがあるから当時そうしたのかな。ああ、チューニングの安定性。うん、そうですね。ジミー・ページモデルとしてギブソンが出してるやつとかって、ネックシックスに近い薄型、うんうん、でグローバーついてっていう状態ですもんね。うん、そうですね、そうですね、うん。とりあえずじゃあ音出します。はい。まあ、これがどうします？普通だったらどういう音するのかにします？まず。普通。普通にしたら、まあ、普通のレスポールサウンドってこんなんだよね。十分気持ちいいですね。そうですね。あのレスポールのサウンドですよね。で、ジミー・ページは、まあもちろんリアも使うんですけど、うん、どっちかというとこうセンターにして、うん、で、まあこれ本当か正確どうかわからないけど、うん、僕が寄せようと思うと、うん、センターにして、でフロントをですね、うん、ボリュームを、まあ、3か4ぐらい、フロント、うん、フロントのボリュームを3か4。で、うん、リアを、まあ、だいたい 9.5 とか9ぐらい。ちょい下げなんですね。ちょい下げにして、センターにするとね、うん。これ、トーンはいじらず。トーンは全開。全開で。いじらず。うん、そうすると、こう。このなんか、うん、コイクインっていうか。
こう、すんなりっぽい感じが、うん。寄ってきますね、なんかね。うん、太さも出て。うん。が入ってきますね。はい。それが、ヤスさんが使ってて、ちょっとテレキャスらしくしたセッティングがこれってことですね。レスポールを使ってる、まあ、いわゆるジミーページサウンドは、はこういう感じ、僕のイメージというか。うん、はいはい。そうですね。うん、うん。じゃあ、ちょっと変えて、はい、テレキャス弾いてみてもらってもいいですか？はい。じゃあテレキャスにしてみましょう。これがインフィニットのあれですね。インフィニットですね。はい。テレキャスターですね。かっこいいですよね、相変わらず。そうですね。前動画で一回紹介させていただいたんですけど。そうですね。マルチレイヤーの、その下がピンクっていう。そうですね、ピンクで。ピンクペイズリーで、ブラックのね。はい、で、ハカランダシバンの、裏がバリトラっていうです、ね。バリトラ、トラトラ。ね、かっこいいですね、見た目がね。ねインフィニットはすごい宣伝してると思うんですけどね、僕。そうですね。確かに。めちゃめちゃ宣伝してるんですけどね。で、これが、まあ、通常のテレキャスだと、こういう音っていうのはやりますか、じゃあ。じゃあ、通常のテレキャスだと。いい音しますね。うん、ジャキッとしてますね。うん。で、やっぱ、ゴツッとした感じ、うん、そう。太い音が。そう。結構太いですね。なんか、のぶといって言うんですかね。そうですね。芯があって、こう、ゴッてくる感じ、うん、うん。そうですね。レスポールの太さ違いますもんね。そう。なんか、レスポールもこういう感じでゴッてくるじゃないですか。うん、うん、うん。テレキャスターってクッと閉まって、硬いのがグッとくる感じですね。うん、そう、そうですね。わかりました、このイメージ。グッとかガスか言ってないけど。こう、鋭いっていうか、鋭い音っていうかね。そうやっぱ、このお弁当箱ですかね。ああ、そうそう、これですね。これ、これがね、僕、テレキャスの最強だなと思うんですけどね。これが、よくある、なんですか、この金属プレスじゃなくて、ああ、ハードテールの、ハードテール、そうそう。6つのやつとか。ああ、そうです、そうです。なるとまたちょっと違いますね。違いますね。ガツガツ感はなくなるでしょうね、うん、きっとね。ストラトだと、プラスチック の, プラ板にピックアップがぶら下がってる状態なんで、うん、なんていうか、キャビティの空洞と、その、プラスチックの板の共鳴と、が含まれてるんで、そういう音なんだけど、これはもう、なんていうか、金属プレートにピックアップがマウントして、それがね、その金属もすごい広い面積で、ボディにがっちりついてるんで、なんか振動とかすごい伝わるんで、うん、全然違いますよね、やっぱり。そうですね。ただそのこのブリッジのコマが3点ありますよね、うん、でこれがまたちょっとエア感を生んでるっていうか、あ、うん、ガチャガチャ感っていうかガチャっとした感じがガチャガチャ感が、うん、生んでるんですけど、でそれがなんか妙なエア感をやってる、生み出してる秘訣、うん、そう、ね、と思います、はい、それがテレキャスの面白いところ。じゃあ、これで、はい、ジミーページサウンドにこれで寄せると、どうなるかっていうことですね。うん、こうして、ちょっと絞って、こんな感どっちもええ音ですね。で、これがテレキャスでジミーペイサウンドに近づけた音。そうですね。セッティングとしてはセンター、ピックアップセンターで、ボリュームちょい絞り、はい。そうですね。ボリュームもちょっとだけ、やっぱ9か 9.5 ぐらい、ほんのちょっと絞って、うん、はい、で、トーンは少し絞ってます。トーンは半分ぐらいかな。あ、テレキャス使うとき、トーンのこれが肝っておっしゃってますよね、いつも。ああ、そうですね。うん。普通、まあ、特にレスポールとかでも、まあ、うん、あんまりトーン皆さんね、うん、使わないというか、全開が。僕、バイパスしちゃってる。ごめんなさい。この間バイパスしちゃった。
本当。あ、そう、それ、それそうなんですか。そうか。まあまあまあ。でも、それはそれで、うん、ありだし。でも、バイパスはバイパスの音になりません？うん。なんか、ね、通らないからって言いますよね。うん、抜ける音っていうか、うん、本当に、それこそ、バンヘイレンのね、うん、ワンボリュームなんて、あれは完全に抜けちゃってるんで、そういう音なんですけど。で、これは、一応、トーン、まあ、特に、このテレキャスっていうのは、うん、トーンをすごく使うと、うん、ものすごく使い勝手の幅が広くて、うんうん、で、まあ、パワーのあるピックアップですから、トーン絞ると本当、レスポール寄りのような音ですね、うんうん。で、このセッティングで今、弾いてもらったじゃないですか。はい。これでまたレスポール持って、同じフレーズ弾いてみたりします。あ、わかりました。入れ替えしましょうか。入れ替えですね。はい。でも実際似てる？でね、やっぱそのゴツッと感は叶わないです。うん、やっぱその、さっき言った金属プレートの関係だと思うんですけど、うん、あ、はいはい、でも、多分ね、ブラインドテストして、1時間後ぐらいですよね。で、僕が向こう行って、ヤスさんこれ弾いてたらどっち弾いてんだろうとなるかもしれないですね。ああ、そういうのあるかもね。高い方、ジャーンとか言って、硬い感じは似てるかもしれないですね、そうね、やっぱね。うん。こういうとこだね。じゃあ、皆さん耳が忘れないうちにやり替えますか。ちょっと今日は、忙しいね。忙しいですよ。あのね、コードでこう上がってたじゃないですか。うん、あそこが似てる気がする。ああ、はい、はい。低音源、巻弦、6弦とかのダンダダダガッてくる音は、やっぱその、うんうん、テレキャスの方が太いですよね。どう考えても。でもコード弾いてるって、ハイフルチャー上がってくるところとか、最後のナインスかな今、ジャーンと弾いてるところとかは、似てるかもしれない、うん。そうですね。うん。バンドでなると、多分、もうちょっと下の低域が、その、ベースとベドラでスポイルされるから、うん。だから、多分、その、聞こえてくる帯域が近くなってくるんで、うんうん、バンドで聞くと多分すごくもっと似てくるとです、ね。だから余計、ヤスの場合、バンドでいつもリハやったりライブやったりするから、余計テレキャスがレスポールらしく、レスポールがテレキャスらしく聞こえるかもしれないですね。うん、そうそうそう、だ僕の中でイコールになってるんで。形が違うだけみたいな。そうそうそう。だテレキャスってみんな一般的にはこう、うん、なんていうか、ジャキジャキのカントリーとかね。ペッケペケの音が、うん、まあ、テレキャス、ロイ・ブキャナンだとか、うん、ああいうペッキンペケの音ですけど、うん、まあ、僕は、どっちかというとこういう音っていうか、うん、がすごく好きで。ロック系のジミー・ペイジ、ね、オールドロックっていうんですか ね、クラシックロッカー。うんうん、でも、50年代の、テレキャスターってものすごい太い音がするんで、一、はいはい、回僕も、50年代、あれは60か、63年とか4年ぐらいの、うん、テレキャス弾かせてもらった時は、本当に太い音がして、ネックもどぶといし、うん、だから、その辺がね、なんかあんまり、その、なんていうか、いい音だとだんだん似たような音な、傾向になってくるんかなって気もするし。
そっか、皆さんどう聞こえましたか？あの、感想、よかったら、いや、レスポールはレスポールだよとか、そういう感想でも全然いいので、お前の思い込みだろう。皆さんが思ったことをね、コメントぜひ残しておいてほしいなと、思います、はいはい。そうですね。だから結果として、僕は似てると思った。うん、似てる。そう。まあ、似せてるのもあるんだけど。そうだね。ね、トーンをわざといじってやってるのがね。でもやっぱり、あの、ジミーページも多分、うん、テレキャスを使ってて、うん、で、レスポールを、誰だったかな。うん、誰かから譲ってもらったんですよ、有名なミュージシャン。で、そのレスポールが結局譲ってもらった理由っていうのが、すごくトレブリーで、はいはい。で、いや、俺合わないって言って、譲ってもらったレスポールが始まってて、はい、で、そのトレブリーなレスポールとテレキャス、太いテレキャスの音が、すごく近い音がしてると。だから、ジミーページもそれで気に入って、自分の好きな音に近いから、気に入って、多分レスポールに変えたと思うし。やっぱ近かったんでしょうね、イメージが。うん、イメージがね。彼も中でも。そうですね。うん。うん、だから、行き来できるところですよ。そういうことです。ね。はい、なので皆さん、レスポールをお持ちの方、テレキャストをお持ちの方いらっしゃれば、このヤスさんのセッティングちょっと試してみてください。そうですね。ぜひぜひ、そういうサウンドになるかもしれないです。本当、ボリュームとトーンは全開ばっかりじゃなくて、本当、いじると、すごく、それが、いろんな音のバリエーションになるし、レスポールだったら本当にセンターにして、ボリュームの、その、比率っていうのを変えるだけでもトーンが変わってくるし、そういうところでやると非常に面白い楽器じゃないかなと。はい、ああ、耳が痛い。スルーにした。耳が痛い。まあ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 。はい、ということで、今日は、テレキャスターとレスポールね。レスポールが、ね、これが、似たサウンドになるのか、ジミーページっぽくなるのかどうか、そのやってみました。ぜひ皆さんの意見もね、教えてください。そして、ヤスさん、宣伝してください。あ、そうですね。さっき紹介してもらった、ラスカル。オリジナルバンドやってます。12月14日に、タイトロープっていう境のタイトロープってところで、ライブやりますけども、それが、このレコ発になります。で、そうですね、12月の台風コンピレーションアルバムで12月の台風っていう題目で、いろんなバンドさんがですね、全部で13バンドで、はい、このうちの、まあ何バンドかは一緒にそのやるという、そういうイベントです。はい、14日、12月14日にタイトルオープンですね。はい。あれで聞けます？配信とかは。配信はね、まだだと思いますけど、うん、はい。ただ、僕らの曲だけは配信でできます。あ、じゃあそれってリンク貼ってきますか？あ、そうですね。はい。ぜひぜひ。ラスカルの12月の台風。はい。で曲は、下にリンク貼っとくので、よかったら聞いてみてください。はい。そのレコーディングはどっち使ってるんですか？こっちです。レスポール。レスポールです。レスポールサウンド聞けると思うので、そうですね、レスポールとマーシャルのサウンドですね。そうですね、マーシャルですね。はい、サウンド聞けると思うので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい。ということで終わりまーす。はい。じゃあまたね。